蓮舫代表の書の汚さを咎めたい。蓮舫、字が汚すぎると話題に。枠からはみ出てしまうところも非常に不格好。人前に書を披露することは晴れがましいものです。小中学生の頃、書き初めが張り出された時の誇らしい気持ちを記憶に留めている人も多かろうと思います。日本、台湾、チャイナでは書の伝統を大切にしています。 数年前港区役所ロビーでチャイナの小学生が書いた習字作品を見たことがあります。はずらつとして有婚でした。共産チャイナお得意の艦隊字は使われていませんでした。子供たちは毛筆を使う誇りと喜びを作品の隅々まで表していました。画面で見る蓮舫代表の書、批判から想像、読み取れません。下手は、 下手なりにでも心を込めて書けば見る側は必ず好意を持って受け止めます。これは投げやりな書き殴りです。1、紙面からはみ出るのは下品。2、読める字体をしっかり表す。3、心を込めて丁寧に。4、軸張りを整えるのは読み手への心遣い。面倒くさがりで安っぽい証拠がありありです。 きちんと収まりの良い書を表す人は、さりげなく、温かな品格を伺わせてくれます。改めてよくわかりました。民進党内の反発を受けて代表を辞任することになってからも、なお、自分に、甘く他人に厳しくの姿勢を崩さない、蓮舫氏。いくら批判されても、建設的提案をしようとしない。静かにされよ。